皆さんこんにちは、浅川隼人です。今回は、ネクストドリーマープロジェクトについてお話ししていきたいというふうに思います。4月25日の18時よりこのプロジェクトが始動しました。簡単にまずは説明をさせていただくと、このネクストドリーマープロジェクトはですね、次世代の夢追い人を発掘育成するプロジェクトとなっております。で、まあどういう内容なのかっていうことをお話しすると、大学生を中心としてまずは2ヶ月間ですね、オーディションを行います。で、この2ヶ月間もですね、各週に学びの場があったりだとか、課題図書や課題を2ヶ月間で、やっていただいて、で、最終的にファンも巻き込んだ、オーディション企画を行い、男子女子1名ずつですね、合格者を発表させていただきます。で、その選ばれた選手たちはどういうものが待ってるかというと、まずですね、一つ目にウルトラスからですね、スパイクが、早速プレゼントとなります。2つ目にですね、ウルトラス特別参加枠として、今現状ですね、ウルトラスの選手25名、参加しています。 J1 のカテゴリーから J3 の、まあ、サッカーに限らずですけど、地域リーガーもそうですし、他のラグビーだったりとかソサエジだったりとか、他の種目のスポーツ界の選手も参加していただいているこのウルトラスにですね、特別参加枠として参加していただくと。なので、こういったところで、まあ、身近な選手となって、その選手を応援していただくファンをですね、学生のうちから増やしていく活動も一緒になって取り組まさせていただきます。で、その後にですね、このオーディションが合格した後から半年間ですね、ウルトラスの参加選手と一緒に、元琉球で社長だった、J リーグ最年少社長だったですね、三上昴さんが立ち上げている HDA さんと合同に育成プログラムを立ち上げて、そこの、ま、各州で、学びの場を提供させていただいて、半年間で、まあ、いろんな学びをしていただくという形で、最終的にこのネクストドリーマープロジェクトのゴールとしては、まあ、年末ですね、この、オーディションから半年間の育成期間、育成プログラムを終了した後にですね、まあ、その学生が中心となって、プロジェクトを立ち上げていただきます。で、その学生の立ち上げたプロジェクトにですね、ウルトラスの参加選手もジョインしてもらって、ウルトラスと合同で、イベントを行うというところで、まあ、学生のうちからですね、アスリートの持ったこの本質的な価値っていうところを高めるためのプロジェクトとなっております。で、まあ、そういったプロジェクトですね、なぜ、この僕が立ち上げようというふうに思ったかと言いますと、まずそもそもですね、このウルトラスっていう企画はですね、まあ、ファンと選手をつなぐものとなっていて、ファンが直接的に選手のスパイクをですね、応援ができるようなプロジェクトになっていて、そこで選手の一月を応援することによって、例えば、じゃあその時にゴールを取りました、そのゴールがファンと共に一緒にですね、夢を追いかけて、まあ、点を取った瞬間をですね、共に感じていただくと。そして靴紐とかもそのファン一人一人で選べるので、例えば、赤い靴紐だったりとか、青い靴紐だったりとか、そのファンの方が選んだ靴紐をですね、まあ、画面越しもしくは直接、選手のプレーを見ていただいて、あのスパイク自分の応援したスパイクだというのを目で見て、感じていただきながら、まあ、スタジアムでも共に戦っていただくというところ で、最終的にその一緒に戦ったスパイクですね、それが一足はファンの元に、帰ってくる、もう一足はそのまま選手がその一シーズン戦っていただくためのスパイクとなっていくというところで、
まあ、ファン、選手、またメーカーさんを巻き込んだプロジェクトになっていて、そこからですね、まあ、その収益っていうところで、社会に、還元をしていくというので、ウルトラスが目指しているスポーツを通じて夢を追い続けられる世界、この実現を目指して、ウルトラスは活動しています。で、そういった中で、僕自身も今はこの選手っていうところで、一緒になって、やる選手がこう25名もいていただいてますけど、この後もね、どんどん選手が参加する予定にはなっていますが、最終的には子供たちまで、落とし込んでいきたいと思っております。それはなぜかというと、実際に、まあ、選手もそうなんですけど、スパイクすら買えない子供たちがいたりとか、そこでですね、自分の思い描いてたスポーツ選手になりたいだったりとか、夢をですね、諦めてしまわないといけない、そういった環境を自分も含め、感じております。だからこそですね、まず一つスパイクというギアから発信して、行ってはいますが、そういったところから選手をですね、足元から支えることによって一緒に夢を追える、また選手も夢を追って、最終的に自分の夢を叶えてもらう、その体験をですね、一緒にしていただきたいというところで、まあ、例えばですけど、まあ、近所のね頑張ってる子供たちにスパイ買ってあげるよみたいな、そういうようなね、こう本当に小さい頃からこう応援して、そのね身近な選手がこうプロになっていくと、プロの選手はねやっぱりこう距離感の遠いイメージですけど、そういったね、プロの選手が今 SNS によって、徐々にこう身近には感じてきました。ただやはりですね、もっともっとスポーツ界が魅力的になるためにも、こういったまあ身近な人がこうスポーツの世界に行くようなことがもっともっと必要になってくるからと。だからこそそういった企画をですね、もう学生のうち、むしろもっと子供のうちから、こういったプロジェクトを通じて、まあ、夢を持ってもらって、夢を追ってもらって、夢を支えてもらって、そういったところで、共にですね、この夢を追い続ける世界をの実現を目指していきたいなというふうに思っております。で、ぜひね、これを見た、これを YouTube で見た大学生はですね、まあ、概要欄にあるこの NEXT DREAMER プロジェクトのですね、まあ、応募フォームに、まあ、エントリーしていただいて参加していただきたいなというふうに思っていますし、本当により魅力的な選手とともに僕もね、僕らも夢を追っていきたいなというふうに思っていますので、ぜひですね、たくさんの思いを持った大学生の方々が、参加していただくのを楽しみにしています。そして、ですね、このネクストドリーマープロジェクトだけではなく、このウルトラスっていうね、この、団体、またプロジェクトをですね、応援していただいてる、はい、応援していただく方々も募集しております。今現在ですね、この、まあ、一般社団法人という形でウルトラスを立ち上げて、参助会員という方々もいらっしゃったりしているんですが、本当にねこの参助会員の皆様のおかげでですね、ウルトラスも活動ができております。そういったね、皆さんがよりこう応援の輪を増やしていただいて、ぜひウルトラスと一緒にですね、スポーツを通じて夢を追い続ける世界の実現のためにですね、またこの大学生と共にね歩んでいく旅をですね、応援していただきたいなというふうに思っております。はい、ということでね、今回はネクストドリーマープロジェクト、4月25日の18時から始動したプロジェクトについてお話をしていきました。また途中経過やまたねどんな大学生がいるのかとか、そういったところもですねこの YouTube に、発信していきたいなというふうに思うので、ぜひ、この続編をですね楽しみにしていただきたいなというふうに思っております。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画で、バイバイ。